ございます。おほほ、おはようございます。朝は終わってない。ただいま朝の6時15分、天気は晴れ。今日はですね、僕がモバイルハウスで生活している一日をお伝えしたいなというふうに思います。えい、今日はですね、食材を、取りに行くところもやりたいなというふうに思っているので、春の味覚ということでタケノコを取りに行きたいなと思います。行ってきます。準備ができたんで、これからタケノコ掘りに行きたいなと思います。じゃあ早速、タケノコを探していきたいなと思います。飛ぶぜ。いきなりあるやん。ででーん、早速発見。掘ってきます。途中で割れた。途中で割れたけど、一つゲット。さあ、今日の取れ高はですね、ボン
ボンボンということでですね、こんだけ取れました。いや大量大量。美しい切り口です。ここに米ぬかがないので米を入れていきます。ちょっとタケノコ食べてみたいなと思います。いただきます。うん、バッチリ。このタケノコは干しタケノコにしていこうと思うんで一旦取り出します。じゃん、タケノコを取り除くことができました。じゃじゃーん、こんな感じでタケノコが干せました。よし、お昼になったんで、今からお米を炊いていこうと思います。で、うちはですね、お米はこちらの土鍋で炊いてます。はい、お米はですね、土鍋で、中火でですね、ふつふつと沸騰するまで炊いてしまえば、あとはですね、あの水蒸気がある程度出なくなったらなんですけども、もう保温する袋に入れてしまえばですね、炊き上がるっていう感じで、省エネで炊けてます。よし、今日は、取れたタケノコで照り焼きみたいなのを作っていこうと思います。オッケー。お米もドーンと。どんな感じかな。あち。おお、いい感じ。タケノコ丼できました。よし、じゃあ、取れたてのタケノコと、炊きたてご飯でお昼ご飯にします。いただきます。よいしょ、いただきます。ありがとう。取れたてタケノコ、うまい。僕個人的な話なんですけど、丼飯が好きで、こう味がついたご飯、何かの味が染みたご飯みたいなのめっちゃ好きなんですよね。いやー、タケノコ丼最高。正直、まあ、今回はこのタケノコと白飯っていうね、栄養バランスですと全然取れてなさそうな感じですけど、まあ、どうなんですかね。うまい、ごちそうさまでした。美味しかった、ありがとう。しゃ、じゃあ、まあご飯も食べ終えたところでですね、これから、命の水、人間生きるときには水が必要ですよね。日本は湧き水がめちゃめちゃ湧いてます。なんでですね、今から、近くに、湧き水スポットがあるので、そこに水を汲みに行こうと思います。Thank you.
いや日本全国いろいろ回ってきて、本当に日本っていうのはもう水と温泉、これには本当に恵まれてるなっていうふうに思って、大体やっぱし山があるところに行くと湧き水湧いてるなっていうのはすごいありましたね。こんな感じでですね、普段湧き水を汲んでそれを生活の水にしてましたね。この湧き水でもご飯、洗い物、あとも顔洗ったりなんかですね、まあ、本当に何でも湧き水で生活してます。食べ物の匂いがした、見つけてしまいました。まずフキっすね、フキ。じゃじゃーん。あとこれゼンマイかな、ポキ。これは完全にゼンマイですね、ポキ。よいしょ。でれん、こんな感じで大量の、ゼンマイをゲットしました。なので、今夜はこれと、タケノコ食べていきたいなと思います。楽しみ。はい、というわけでですね、山菜が、取り終わりましたというか、まあ本来水を汲みに来たんですけども、ちょっと山菜摘むのが楽しくて、だいぶそっちに、時間をかけちゃいました。はい、ですね、とりあえずそんな感じで一旦山を降りて、今日の寝床に向かおうかなというふうに思います。ちなみにですね、僕は、寝床っていうと、まあ、平らな空き地を探していて、で、まあ、どういうところにじゃあ平らな空き地があるかっていうと水場なんですよね。なのでですね、海、川、湖の近くの平らな空き地を探していつも寝る場所を探しています。今日はですね、空が広く見える川辺に行こうかなというふうに思います。恋しいぜ。はい、というわけで、今日の寝床に到着しました。今日はですね、この河原に来てます、まあ、ここでですね、今、夕方5時ですね。これから夕ご飯の準備をして、まあ、寝る支度をしていこうと思います。ということで全部のゼンマイを、きれいにすることができました。この綿なんですけども、めちゃめちゃ焚き付けに使えるんで、これはこれで取っておきます。こんな感じで景色がいい場所に止められることができた時は、こうやって縁側を開いてですね、自分の止めた場所が庭になると、そんな、暮らし方をしています。
よし。でれん、できたー。タケノコとゼンマイの醤油煮ですね。うん、さあ夕ご飯できました。いただきます。いただきます。うんうん、ごちそうさまでした。あ、うまかった。はい、とですね、夜はこんな感じでご飯食べたら、まあ簡単にパソコンしたりして、で、本読んだりして寝るような生活をしてます。まあ、夜ね、パソコン、あとスマホですね、見すぎると睡眠の質が落ちるっていう話が、まあ、よくありますんで、まあ夜のパソコン、スマホはあんまり見ないようにはしてます。はい、なんで、まあできるだけ早めの時間にパソコンを済ませて、あとはまあ読書なり、あとはもうリラックスするような時間にするようにしてます。寝る支度ができたら、僕は、毎晩寝る前に、ストレッチをして寝るようにしています。15分ぐらいのストレッチでですね、すごく寝つきが良くなります。よし、じゃあ今日寝ることとします。よいしょ、じゃあおやすみなさーい。